はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターの動画を撮っていきましょうか。さあ、モンスターハンターライズサンブレイク、あともう少しで発売でございます。いやー、楽しみだね。で、またまた新しい情報がいくつか公式さんから出ていたので、今日はそちらを皆さんと一緒に確認していければなと思ってます。ただ今回の動画は個人的な見解が多く含まれるため、参考程度に受け取っていただければと思います。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければと思いますね。よろしくお願いします。さあ、そういったところで早速見ていきましょうか。まず見ていただきたいのがこちらのツイートでございますね。城を解禁まであと80日。いやー、なんかこれ見てみると本当にあとわずかなんだなっていうことを実感できますね。モンスターハンターライズサンブレイク、6月30日木曜日に発売ということで、コリュー・メルゼナ、ガジュー・ガランゴルム、ガリュー・ルナガロンで、復活モンスターライゼクスなど新たな脅威に立ち向かえということで、まあこちらが最新のツイートになるわけですが、ただ残念ながらですね、新しいモンスターの紹介とかはございません。まあ今まで PV とかで明らかになったそれらのモンスターたちが中心になっているわけですが、ただ公式的にはやっぱりこの4体のモンスターが今回の看板モンスターみたいな感じなんかな。まあ大池3個で呼ばれてますからね、この3体に関してはメインモンスター3体ということで、やはりボリュームは多いのではないでしょうか。ただライゼクスがこうやってピックアップされてるっていうことは、復活モンスターの中だとライゼクスが目玉になってくるって感じか。ただ今のところですね、ライゼクスの戦闘シーン何本か動画が出ていますが、既存のライゼクスとそんなに変わらないのかなと思いました。だから大幅にモーションが増えたりとか新しい攻撃パターンが増えるっていうことはないから、今までライゼクスと戦ったことある人からしてみるとそんなに苦戦することはないのかなと思いました。はい、まあそんな感じかな。あとガランゴルム、ルナガロン、先日の話になりますが、どちらのモンスターに関しても戦闘シーンの映像がまたまた追加で公開されておりました。で、そちらについて取り上げている動画もあるんで、もしよろしければ再生リストからご覧いただければと思いますね。あとは予約はこちらからっていうことで、今更ながらなんとね、 Amazon で予約が開始されました。で、 Amazon だと確かね4990円だっけ、確かそれぐらいで予約することができましたね。皆さんはどこで予約されますか。確かサンブレイクに関してもなんか特典があるんじゃなかったっけ。 Amazon は確かね特典があるんですよ。ちょっとまだ詳細確認してませんが、ただ少なくとも予約特典みたいなものがあると思うので、もし予約して購入したいぜっていう方は事前に確認しておきましょう。まあとりあえず Amazon のリンクに関しては概要欄の方に貼っておくので、もしよろしければそちらから予約していただければと思います。はい、ってことでそんな感じかな。で、ここでやっぱり気になってくるのが PV1 で公開されたモンスターたち、これらのモンスターたちがメインだったわけなんですが、ただどれぐらいの方が覚えてるか分かりませんが、 PV っていうのは前作のアイスボーンであれば全部で5つ公開されました。そういったところを踏まえるとおそらくサンブレイクも PV が全部で5つ追加されるんじゃないかなと思っております。で、発売まで残り80日っていうことだから、少なくとも今月中に PV2 がやってくるんじゃないかなと思ってますね。で、来月 PV3 がやってきて、で6月にPV4 と PV5 が公開みたいな感じかな。まあ PV5 があるか分かりませんが、ただおそらく毎月月末に何か新しい PV が公開されると思うんで、皆さんぜひね楽しみに待っておきましょう。早ければもしかすると明日明後日ぐらいに PV2 の公開とかがあるかもしれませんからね。おそらくそこで新しいモンスターだったりとか復活モンスターが明らかになると思うので、ぜひ皆さん楽しみにしておきましょう。ただ少なくとも PV1 が公開されてから結構時間が経ってるんで、まあそろそろ PV2 がやってくるでしょうね。まあそこについてはまだ定かではありませんが、もし続報がございましたらこちらのチャンネルで共有させていただければと思っております。で、あともう一点気になる点としましては、見聞録、こういった形で見聞録が公開されております。まあおそらく見たことある人が大半じゃないかなと思っているんですが、新映像見聞録はおそらく一通り出終わったんじゃないかな。で、この見聞録っていうのは PV1 をもとに補足情報という形でより詳しく情報が出されているわけなんですが、ただ現時点ではこちらの情報を最後に見聞録が出てないから、
おそらく見聞録に関しては以上じゃないかな。で、見聞録が以上っていうことは、今回の PV 関連の情報は以上だと思うんですよ。まあ、そういったところも踏まえると、やっぱり近日中に PV2 が公開されて、で、それに伴う映像見聞録、こちらがまた新たにコーナーとして様々な情報が出されていくんじゃないかなと思いますね。ですので、冒頭で月末にやってくるんじゃないかと言ってましたが、もしかすると早ければ今週末とか来週の頭ぐらいにやってくるかもしれませんね。まあ、ちょっとそこについてはカプコンさんしかわからないんですが、ただ見聞録的にも、あとは前作の流れ的にも PV には近々公開されるんじゃないかなと思っております。いやー、楽しみですね、本当に。で、あとはね、まあ、これはね、あまり関係ないかもしれませんが、こちら見てください。あたいは神、口が固いことでももっぱら有名な神よ。とりあえず2匹にはあっちの世界で自由に動くことができるようカプコンに願っておいたわ。神だけど、そういうところはきちんとしておかないとね。これから頑張ってサブレの情報を集めるわよ。で、このサブレっていうのはサンブレイクのことを指していると思うんですが、なんか縮め方が面白いな。まあ確かにサンブレイクって長いからさ、まあ、サブレの方が言いやすいんですが、ただ公式がサブレって言ってるんであれば、もうこれはサブレってこれから訳した方がいいのかな。ただなんかハッシュタグ見てると、モンハンライズとモンスターハンターサンブレイクで書かれてるから、サブレは特にないんですよね。もしかすると今後ハッシュタグでサブレが出てくるかもしれませんね。まあ確かにサブレの方が言いやすいよな。やっぱりここで気になってくるのが、2匹にはあっちの世界で自由に動くことができる、この文言ですよ。このフレーズがね、めっちゃ気になるよな。で、あっちの世界っていうのは具体的にどこを指してるかっていうと、サンブレイク L 型の世界ですね。そちらの方を指しております。ですので、こういったところも踏まえると、まあ近々新しい PV が出てもおかしくないよね。で、こちらのツイートは22時間前になされてます。もしかするとこの動画出る頃には新しい PV2 が出てるかもしれませんが、ご了承ください。まあ動画ってさ、ラグがあるからね、出るまでにどうなるか分かりませんよ。はい、ということで、まあそんな感じかな。まあそういった形で既存で様々な情報が出ておりまして、それと同時に先日公開された PV1、 こちらの内容に関しては公式さんある程度こすってくれたんで、多分これ以上新しい情報は出てこないんじゃないかな。なので今のところはPV2 の公開待ちって感じかな。はい、まあそういった形でございます。また新しい情報が出てきたら、こちらのチャンネルで共有させていただきますので、ぜひこちらのチャンネルを登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。